こんにちは。日本の衆議院議員、岸信夫です。細文総統閣下、大政徳副総統閣下には、先の総統選挙で大きな勝利を収められ、本日、第15代総統就任式を迎えられますこと心よりお喜び申し上げます。今、世界で猛威を振るっている新型コロナウイルスによる感染症。細分政権では、この新たな脅威に対し、いち早く有効な政策を講じ、 蔓延を防止してきていることは世界的にも評価されています。また WHO にも自ら進んで情報提供を行っていると承知をしています。この世界的な危機に際して全ての国、地域がこれまで以上に連携を強めていくことが何より重要です。我々は蔡英文政権のもと台湾の WHO、WHA への参加を全面的に支持いたします。 台湾からはマスクをはじめ様々な医療用関係物資が日本にも届けられています。苦しい時、真の友人からの温かい支援が何よりです。心より感謝をいたします。ありがとうございます。日本は民主主義、基本的人権、法の支配といった普遍的な価値観を共有する重要なパートナーです。第一期蔡英文政権のもと、日台間では 人的交流の飛躍的増加をはじめ、関係強化を進めてまいりました。一方で、地理的にも最も近接した真の友人同士であればこそ、解決すべき様々な重要課題もあります。細分政権の細分総統の強力なリーダーシップにより、必ずやそうした諸課題を乗り越えて、日体関係を新たな高みへと押し上げていくことができると確信をしています。 東アジアの平和と安定、そして繁栄を共に協力してつくってまいりましょう。蔡英文政権2期目の新たなスタートにあたり、これまで蔡総統を支えてこられた陳建仁副総統閣下に敬意を表しますとともに、蔡英文総統閣下、雷政徳副総統閣下のますますのご活躍と、そして台湾の安寧を心より祈念申し上げます。本日はおめでとうございます。